どんどん鍛えて海外の輸出リニア、リニアを僕やった方がいいと思ってるんですよ。リニア、リニア、うん、リニア早く実用化したらいいと思うね。やっぱりリニアに行きますよ最後は。あ、最後に、うん、飛行距離もはるかに CO2出さないもん。あ、リニアのデータ見てたら。なるほど、うん、まあそれちょっとオーバーアウトって。あともう一つあるのは水、水のいい場所ですから。うん、だってこれだけきれいに浄化している水を、うん、だって水公園に行って水道の水飲める国なんかほとんどないですよ、うんうん、多分もうあのいろんな国書いてるだからですよ、うん、本当に、うん、公園で水道の水飲んでるっちゅう、うん、水飲み場所につまり水を、水資源を、水を浄化し配る水、うん、これをもうちょっと大事にして、で輸出産業としてできる、うん、今輸出産業どころかお金にしようってことです、ね、そうそう、今どうなってるかって、フランスのね、うん、木を入っていってんですよ日本と、うんうん、大丈夫かよってそれ、あの水源を買ってしまう外国人も買われる、水源まで買ってるところね、うん、ありますよね、うん、そういう、いや買われてるんですよ水源も、買われている、うん、水源も買われてるし、うん、地方の水道局やってるでしょ、うんうん、外国資本入ってきてるんですよねそこに、うん、外国資本の会社が、うん、だからもう逆ですよ、まだ攻めるだけのノウハウ持ってるのに全然攻めれないっていう、うん、だそこも変えたいですね。だからその社会インフラを世界に出して日本もの、その力にするし、逆に世界のその環境もない貢献していくっていう、そういうあり方をね見せていきたいですよね、うん、ぜひとも、うん、もう一つ2つ目の条件というのは何になるんですか。だからで、とりあえずあのサプライサイドはそうですよね、うん、イノベーション、人、資本、はい、4つっておっしゃったり、あごめんなさい、4つ目はねリバウンドなんですよ。それでまた別なんですね。でここであとリバウンドが出てきますと。でリバウンドの話をする前にあの大事なことを申し上げますとですね、環境対応は非常に重要なんですよ。なぜかというと原油とかね、そのマテリアル材料の輸入を減らせるんですよ。で大体原油とかマテリアルの輸入をあの額でいくと2006年ぐらいでいくと20兆円ぐらいですよね。22兆円ぐらいですかね、輸入、あと食料輸入が6兆円だいたい。そうすると30兆円の外貨がなければ日本は存続できないということ、うん、でどういうかというとそのグリーン化をするということは原油の輸入を減らせるんですよ、うん、材料輸入が減らせるんですよ。で僕はその原油とか材料輸入を半分ぐらいに圧縮し、かつ食料自給率を高めて食料の輸入も半分ぐらいに圧縮と、うん、そうするとだいたい15兆円ぐらい済むじゃないですか、うん、そうすると15兆、今は例えば30兆円とかを支えるために、まあ、30兆円も、まあ、50兆ぐらいありますけど、自動車を出して電子部品を出して、そして稼いでるわけですよ。マスなんですよ、やっぱり。で、それをもし小さくできれば、高付加価値でのものを少量出して、外貨稼げるようになるんですよ。だからグリーン化でその輸入すべきものを減らすというのは非常に意味あるんですよ。ね、うん、でここが大事なんですね。あとものすごい地政学的にも安全保障上も原油に頼っている状態というのが非常にリスキーじゃないですか。日本ではそれで苦しみ続けてる、まあ、そうだ、うん、だから 25% 下げてね、めちゃくちゃすごい、うん、でそれがもしきちんとできたら何が起きるかというと輸出する必要性が下がっちゃうわけですよ、うんうん、そうすると非常にその付加価値が高いもの、外国が追従できないものを少量輸出していきますよということができるのだとすると何が起きるかというと円を上げれるんですよ、円を。で基本的には円は今投機で決まってますけど、どうして投機で決まるかというと輸出産業貿易財の競争力で決まっちゃうわけですよね。だから自動車が強くなると円は上がっちゃうんですよ。ですからその自動車に代わるような強力な産業を作って、そして円を上げますよと。そうすると国富は増すわけなんですね。外国のも安く買いますから極端な話と。そうするとさっき言った GDP 価格も上がるんですよ、うん、ドルベースですから。それができるようになりますというのが一つあります。ですからグリーン化っていうのは貿易構造を変えるという意味でも意味があるんですよ。でその中で次の断言あの問題でディマンドをどうしますかって話が出てきて、で円をあの結局貿易する量をどっと減らしていくっていうことをするとある意味鎖国化できるわけですよ。鎖国、うん、鎖国が可能な、鎖国的な経済的な鎖国ですけどね、うん、人は動きますから、うん、貿易財も動く、実質的な鎖国なんです、まあ、別な言い方すればオープンだけれども自立していることができる。そうそうそう、あおっしゃった、うん、まあ、いや、鎖国じゃない自立なんですよ、うん、自立国家になると、で自立国家になると資源を依存するために外国の言いなりにならなきゃいけないってことになりますよね。従属せざるを得ない、そうなんです、自立が可能な、
でそれが可能となると何ができるかというと、その内需的な価格をコントロールできるわけですよ。で例えばあのスウェーデンのことをもうちょっと研究してたんですけど、スウェーデンっていう国のですね、あの GDP パーキャプターは今だいたい5万ドル近いんですよ。だいたい5万ドルになってるかな、もう2008年には。で日本のやっぱりよりも2割か3割高いという状況ですよね。でなぜ高いかというと、これは面白いのはですね、彼らはあの例えば介護とか教師とかでそういうサービス業、公的サービス業の給料高いんですよ。介護だとね、だいたい倍ぐらいなんですよ、給料が。教師も高い。日本の倍ってことですか？日本の倍。介護は倍ぐらいあるんですよ。で、やっぱり、それ、給料高くしているがゆえに GDP パーキャプターが上がってるんですよ。で、僕が思ってるのは、その、輸出する産業、競争する、国際競争するところは、一生懸命競争してくださいと、高付加価値で。で、国内でやる、外国と競争するとか必要はないところについては高い給与をもらってくださいという仕組みを、ね、構築しなきゃいけないと思うんですよ。まあ、その一方がまあ子育て支援みたいな話だけれど、僕はちょっとあのお金をばらまくんじゃなくてサービスに変えた方がいいと思うんですよね。教師の数を増やし給与を増やすという話、あと介護士の給与を増やす、看護婦さんの給与を増やすという話、そしてサービスを、ね、高度化していくと、でそうするとディマンドが生まれますと。だからお金をばらまくディマンドじゃなくて、そのこういう時があってお金をまくことよりも実際にサービスを提供した方が経済効果大きいんですよ。まず政府がお金を渡して使ってくださいというよりも、政府があなたたちは介護しますよと、あなたたちは病院かかっても大丈夫、あの医療は全部提供しますよと、教育は出し合ったら全部持ちますよという方が経済効果大きいんですよね。実はサービスを提供した方が